ということで、一人のピクニックチャンネルへようこそ。ウェビーダーも一人です。今回ポケットモンスターバイオレットスカーレットでピクニックをしてみましょう。ということで、今回番外編ということで、初のピクニックをしようということで、まずは材料を買いに行きたいと思います。なんかね、色厳選するときってサンドイッチ食うらしいわだね、そこら辺の店、これどうなの、カフェはいっか。あのお惣菜屋さんをちょっと旅するか、巡るか、はしごするか。そうそう、はしごしよう。お惣菜屋さん、サンドイッチ、具材をこうして調味料を合わせれば。あー、ごめん、考え事してた。レシピ、教えてくれへんの。思いつけ。一度でも二度でもマイドサンドへようこそ。わあ、うまいこと言うね。なんかあるんかーい。もう作らんでいいやんおい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 、テイクアウト可能なんかい。じゃあ作らんでええやん。レストラン鮮度一番。うん、全然違うとこ来ちゃったね。お惣菜どれ、また迷子やわ。ここもだ。ああ、ちょっとお惣菜屋さん。ここか。なんかレストランじゃね？だったね。いや、確かここら辺に。パン？焼きたてパン？お？あ、ここ。じゃあここら辺のやつ5個ずつ買っとく。ちょっと5個ずつ買っていきましょう。まとめて買うとかないの？あ、まとめ買いあるじゃん、やば。まとめ買いします。たけで、もう一個買うとこがあったはず。ここかな？あ、ここここ。オーラ、手作り安心。お惣菜はいかが？あ、オーラって挨拶？ここ、品揃え悪ー。多分、あの人に殺されます。チャンネル最終回。でもここは入れるんかい。入れるんかい。甘いのいけるんすか。ピクルスあんまり得意じゃないの。こんなもん。もう惣菜はなくね。多分。あるん？じゃあ、ピクニックするか。どこでする？せっかくなら外がいいもんね。まあ、街中でするか。別にいいやんな。ポケモンのサイズ？ちょっとごめん。同じポケモンでも大きい子や小さい子がいるの知ってる？知らん。厳密にポケモンの大きさがわかる。俺の山田はどうなんですか？大丈夫なんですか？俺の山田。大丈夫なんですか。あ、はい、そうですか。ここでしよう、ここで。ピクニック。え、ひでー。じゃあいいよ、こっちの端っこでやってるから。え、あ、そうですかそうですか、いいっすよ。そういうことですね。そういうことですね。いいっすよ、じゃあ。じゃあもう俺、プラットタウンには行かないけど。いいもん。
ということで懐かしの南一番エリアにやってきました。あの木の下とかでやるか。ほらここいいんじゃない、ここいい感じに日陰。おいグルトン、避けろ避けろ、ここは俺様のとこだ。どくんだな。え、なにこれ、うわ、え、なにこれ、うわ、なにこれ。手持ちのポケモンたちとピクニックができる。ユニオンサークルを組んでいるお友達がいるときはお友達と一緒にピクニックできる。街の中や狭い場所、急な坂道ではピクニックのテーブルを置くことができない。あ、すいません。街の外の広くてなだらかな場所でピクニックをしよう。何？お前ら元気すぎんか？お、なんだこれ？洗う？え？あ、ポケモンウォッシュ。お前洗うのやめ。山田洗おうぜ、山田。ああ。え？あ、ごめんごめんごめん。これでいいんか？変態。あ、ピカピカな変態の爆弾です。おお、え、ちょ、ポスター、開けてあげようか？あ、なんか会話？あ、お話ある。かわいいかよ、俺ベロベロに舐められたね。僕ベロベロに舐められたね。え？大丈夫、もうしない、もうしない、ごめん。もうしないから。怒らないで。あー、ピカピカになったね。かわいいかよ。やっぱゴースト可愛いな。いや、ゲンガーも可愛いんだけどさ。なんか口当たり良くない？やっぱフォルマが良くない？もうほら、この感じ。もう、大好き。先輩大好きパンチ。え？あ、なんか出てきた。あ、影坊主が遊んでくれてる。あ！うわぁ、みんな集まった。やるか。出てやるの、これ。え、これピクニックどうやるん？あ、ピクニックセット。模様替え？模様替えもできるんだ。料理するか、初の。サンドイッチの作り方。薄くスライスしたパンの上に自由に食材を乗せて美味しいサンドイッチを作ってみよう。お友達とピクニックをしていると一緒に料理することができる。サンドイッチ作りに必要な食材やピック、ピック街のお店で買うことができる。お好みの食材やピックを手に入れて料理に使ってみよう。レシピモードでは食材は自動で決まります。すべての食材をパンの上に上手に乗せられればレシピ通りに料理完成。食材を落としたり違うものが乗ると別の料理になってしまうので注意。落としたり、落としたりすんの？ピクニックやレストランで料理を食べるとポケモンに食事パワーが溢れてくる。食事パワーにはタイプが設定されていて、同じタイプのポケモンだけ効果がある。食材の組み合わせで変わる。うわ、すごっ。卵パワー、卵は見つかりやすくなる。捕獲パワー、ポケモンが捕まえやすくなる。経験値パワー、得られる経験値が増える。落とし物パワー、拾える落とし物が増える。レイドパワー、テラレイドバトル報酬が増える。2つのパワー、2つのポケモンが出やすくなる。輝きパワー、光るポケモンが出やすくなる。デカデカパワー、大きいポケモンが出やすくなる。チビチビパワー、小さいポケモンが出やすくなる。遭遇パワー、特等のポコポカテカトコポカワタ。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 これしかないの？振りもで行こう。うわ、マジでわかんねえ。あ、まあ、レタス、卵は、卵？ここは一緒。まあ、玉ねぎ行く。あー、じゃあ、チョリソー行く。あ、スライサーも行く。あ、チーズ行く。うわ、これめっちゃ悩むね。マヨは行く。あ、マスターは行く。あ、ペッパは行く。ケチャも行くか。あ、ピックってこれ。苦手食材ももりもり。ピカチュウ、ブイブイ。あ、シンプル、あ、シンプル、シンプル。ピックってどこで買うん？これでいくか。出んの？あ、あ、あ、
かかったん？時間がある、時間がある。は、おりゃ、は、おりゃ。これ最初に乗っけてよかったのかな。チョリソーこれむずくない？チョリソーってか早くない？おい、バカ、バカー。だからチョリソー俺には早えって。じゃあレタスを適当にペンペンして、ここでチーズを3チーズペンペンして、うわこれ止まっていくか、トマッティペンペンして、これセンスがやばい、これちょっとセンス問われるぜ。あ、これでレタスペンペンして、え、ちょっとこれエッグペンペンやばくないか、エッグペン、エッグペン、エッグやばいって、エッグやばいって。ここのバランス力ここのバランス力神、神降臨してくれ、頼む。あー危ない、危ない。あとチョリス無理だろ、チョリスは無理だろ。瓦解した、瓦解した、あ、瓦解した、もう、あー、どこに刺すんだよ、無理だって大失敗じゃねえかよ。具沢山すぎです。卵がダメだわ、卵むずい、あいつだってさダメだよ、あいつは本当にむずい、卵が失敗です。あ、すげえ、あ、みんなでどういう顔すか。あ、まあまあだったみたい、多分これまあまあだったみたい。オリジナルサンド星3、チビチビ草、レイド飛行、経験値フェアリー。なんのこっちゃわからんね。え、なんで？怖すぎん？いや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 、あ、それ？それそういうことなの？いや、フリーモードで行くけど。あ、これさ、塩味とか酸味とかあるから、じゃあ次さ、この酸味いかん、酸味1で多分 1,2,3,4,5,6 あるから多分4ぐらいいった方がいいよ。だ、酸味、酸味、ポテサラの酸味、あー、じゃあ3つでいくか。で、酸味マヨ、酸味と苦味、オリーブね、酸味、あ、ベリージャムはいいかな、あ、クリームチーズはあり、ヨーグルトはいい、バーティング、いや、まあいいだろ。で、またお子様ランチにしよう、今度はミスらないぞ俺。この酸味エキスパラダイスでいこう。このさ、遠近が分かんない。はい、目ん玉をまず2つ乗っけます。大目ん玉置きます。あ、これミスったかな、変えられねえのはやばい。じゃあ分かった、もうここ、これでいこう、もう3つ乗っけよう。これタトバコンボでいこう、タジャトルでいこう、タジャトルで。で、ポテサラドン行きます。最後にピクルスど真ん中に埋もれさせます。ここだ、なんでー、なんでーよ。じゃあポテサラ無理やんポテサラ無理じゃねえかよ、あいつバウンドしてさ、ドドドインって抑えろ、抑えろ、伸ばせポテサラを。なんでそんな食品サンプルみたいなポテサラなの。
ダメじゃねえかよ。ただのタジャトルサンドイッチかっこサンドしないじゃん。どうすか、またその顔。あ、またまあまあだったみたい。てか山田がやさ、右端のちっちゃいとこにいるのおもろいな。遭遇ゴースト取ったぞ。落とし物虫。あ、違う違う。じゃあ次どうしよう。辛い行く。これ何 ?80 とか。なんか捕獲パーゴースト入ってんだよ。何なんだろうね。数字何なの数字。じゃあどうしよう。あまあまあ行く、ここ。ありだと思う。他に甘いある？ないわ。じゃあこれでいこう。まあ、バターはいるでしょ。ヨーグルトあんまりなんだよな。まあ、クリームチーズとブルーベリーとかでいいんじゃないですか。まあ、旗でいきましょう。今のところね、挟めてねえんだよ。挟もう。あ、なんか塗られた。バーティングで塗られたぞ。輪切りんごね。まあ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 、まあ、許容範囲。いちご大丈夫？いちごやばくねこいつ。ジョーカーじゃないこいつ。サイクロンだよ。サイクロンでもあるジョーカーだよこれは。オッケー。そうそう、もういちごがアップせていこう。あえてここでリンゴを先に置く。で最後にバナナをど真ん中に置く。今のところね、手前にずっと倒れてきたよ。奥にしよう。なんでそうなったかな。最後むずくないか。最後むずくないか。一生挟めん。いやまあ、でも見栄え的にはあえて中身を見せるっていう言い訳だよ。旗の刺すとこおかしいだろ。パンにしか刺してねえんだよ。意味は刺すやつ中心ずっと外してんだよ。でもほらなんか料理番組のやつみたいな。ね、あ、甘くなった。甘い、いただきました。え、この表情いっぱい変わんのいいな。卵パワーつきました。みんなウレピ、ウレピ。ミヤドン、お前マジでさ、アギアウス言え。あ、今のあれやな、あの草やな。え、じゃあ次辛いやろ。辛い、あと一回ぐらいは入れたい。入れたいっていうか、セットしたい。これな、チョリソーマジでね、癖強。あ、これ辛味全然ないから、塩味、塩味、塩味。ちょっと待って、ちょっと待って。塩味やばくない？塩味きつくないか？ちょっと待って、これむずいな。え、俺の料理を覆したぜ。あとなんか何気に10分っていう時間がちょっと怖い。ちょっとだけ、ね、このさ、チョリソーエッグはやばい。チョリエッグはやばい。初心者にしてはね、ハードモード。マジでマジで。甘味と酸味と塩味、すご。意外と多いよね。赤い旗でいこう。なんとしてでも赤い旗でね、一回ブスッと中心を捉えたい。あ、ちゃんと塗られてる、赤いの。土台がこれ大事なんですよね。今とりあえずチーズだ
ね、挟もうか。チーズでね。プルプルしてるけどね、大丈夫ですよ。チーズで挟んだ後、ハームで覆います。これで土台は大丈夫なんですけど、問題はここら辺なんですよね。多分これはですね、交互大作戦ですね。置きます。ここに置きます。この、この支え合う感じですね。こうやって支え合えば僕たちは強く生きていられるということで。これ世の常なんですね。なんでここを、掴んじゃった。これ卵1個どうしよう。めんどくさいことになった、この卵1個。ここに置くわけには、端っこか、ここか。運命の端っこ。はい。見なかったことにしましょう。ということで、ここにハムを置けば、あ、来た。ここだ。来た。中心捉えた。ハムのおかげ。このチョリソーとエッグの不安定さをハムとチーズの安定力でカバーしていく至高の一品。しかもこれいい感じに中身見えてるんですよ。これはもうね、プロ顔負けじゃないですか。調子乗りすぎですね。いやでも中心取られたんでかい。今までで一番の出来栄えだぞ。さあこの塩味を浴びじまえ、塩味を。おお、すごい塩味だぜ。塩味、味覚を網羅していくぜ。甘味、塩味、あと何やった、苦味、苦味やった。じゃあ辛いがなかったんだっけ、あんまり。そう、辛いがね、これしかない。玉ねぎオンリー。マジ辛味いくか。バカシンプル。辛味鉄でいこう。これやばいよ。とんでも料理できちゃうよこれ。玉ねぎオンリーって。これ落ちるのね、マジでわからん。真上にしてくんなきゃせ、マジわかんねえよ。あとさ、もう気づいた？多くない？あ、これあれか、1個にもう2つ分ぐらい入ってんだ。もうこういう感じで手際よく置いていこう。ジャッシジャッシ、オッケーオッケー。多分あれだな、下手に動かさん方がいいわ。なんじゃこれってなるな。船なんか次世代型の船みたい。うまそうではねえ。ほぼパン。さあ辛味を味わいましょう。玉ねぎオンリーのだよね。そうなるよね、思ったわ。でもうまいみたいわ。うまいみたいやわ。ずっと星さんもらえるわ。めちゃめちゃみんな満足するやん。また卵だ、怖い。何の卵だ。最後苦いいく？苦いやったっけ？酸っぱいやったよね。でレタスって苦味なんだ。レタスに苦味調味料あったっけ？あったわ。オリーブ二回し入れるわ。なんじゃこのきっしょいレシピ。オリーブ二回し入れてレタスだけ挟む。何がうまい？それこそ。
ほんまに何がうまいんそれ。うわー、きしょいきしょい。何これ、芋虫パーティーじゃないと喜ばんぞ。レタス安定力な。プル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 って落ちた。あ、せめて逆やったらな。せめて奥に行ってくれれば見栄えは良かった。こっちで倒れてきてこっちから乗るのはおかしいよ。ただそれフランスパン見せたいだけじゃん。リアルなんだけどさ。フランスパンめっちゃリアルやん。美味しいか。うわあ。でもうまい。安定の星さん。捕獲パワーゴーストついた。レベル1なんですね。ということで皆さんもこんな感じでサンドイッチ作ってみてはいかがでしょうか。良いピクニック生活を送ってください。バイバーイ。